シーズってか、なんかカーンあんま強くなさそうなんだよな。使った感じ強かったよ。99どんなぐらいじゃない DPS。 いや、99より、あの99ワンマが297だけど、あれワンマが357で、リコイルマジでない。超マッスルで、あ、そうなんだ。グレート高い。あ、じゃあ強いかもな。意外と高いんだな、350って。1発確か13で頭20だった。で、レートがめっちゃ高い割に、多分あれ2倍でも使える余裕で。じゃああるな。俺ボルトより強いと思う、なんなら初期のってレベルで強いよ、あの武器。ワンマができんだ。いや、救急いらないじゃん。マジでいらなくなった。救急の常用感なんだけど。救急よりまっすぐ飛ぶし、リコイルガチで少ないし、で、弾もヘビーとライト、どっちでも別に関係ないから、あれなんだよね、うん、ライトかヘビーの角間があればね、どっちのあれでも使えるんだよ。大 SMGG で来んのかな。多分来ると思う、本当に。カービンと同じぐらいリコイルなかったよ、俺使ってみた感じ。ISMG 時代、金輪の人勝ち目あんのかな、これ。うん。俺たちはもうショットガンで頑張るしかないよ。でも長物弱体化されるからな。うん、長物弱体化結構痛いよな。まあ言うて、ロンバー確かに壊れたから仕方ないところあるけど。SMG あれも結構限界感ない人間の。ああ、もうある、もうある、あるあるある。あれはもうパッとじゃないと無理だ。ワンマができる武器ではないよね、正直。99とかもそうだけど。あれはワンマガで150削ったらいいよねっていう武器な気がする。で、アッシュは。アッシュどうなんだろうっていう感じだった、使ってみた感じ。アッシュウルトは確かに強いなって思った。でもなんか前線じゃないよな、あのキャラ。前線じゃないね、当たり判定でかそう普通に。まあでも一瞬でポータル引けるの強いなっては思ったけど、あとなんかそのスキルもなんかさ、絶対当たるアークスタイルな感じだから強いなとは思った。ただなんかレイスが消えてアッシュになるかってやるから、まあ正直無理な気がする。うん、戻ってこれないみたいな。戻ってこれないから事故った時の保険がないんだよな、あのキャラ。しかもなんかあれ、くぐったらなくなるんだよね、3人か2人か分かんないけど。え、じゃあギフト対策でいいじゃん、めっちゃ。ただ事故った時に終わるねって感じの気がする。リースでよくねってなりそう、結局安定するし。ワトソンどうなるんだろうな。クリプトの流行りようじゃない。まあ、だからクリプトが流行ってなかったらワンチャンバルキリー、ジブ、バッツめっちゃ強そうよね。無限になったから競技シーンとかでなお強そうだね。ランクとか言われるとちょっとあれかもしれないけど、まあ実際来てもないと分かんないよな。前評判当てになんないし、言うてガス管に耐性ないからな。ガス管で壊れるからな。ガス管消えるよ、もうそのルトで。ガス管消えるだっけ。え、消えなかったっけ。あ、そうなんだ。あれ消え、あ、ウルトかな、消えんの。ガス管はどうだったっけな。消えるんだったらまあ強いかもね。そんなあれ気になるな、あのフェンス立てれるようになる距離増えるやつ。あとなんだっけ、あれでしょ、ビリビリ時間が3秒になるんでしょ、とダメージが上がるんだ。そうだね、20で3秒かな。だからまあ絶対無視できないよね。当たった時点で多分負けまであるから。無理とすなくなるよね。無理とすなくなる。なくなる。クリプトのウルトで壊したとてすぐ立てれるからな、あれ。0.2 秒ぐらいで立てれるかな、パパって。立てる。溜まってるからもうその頃には。1個置いた後。速攻ウル速されてパパパパパって立てる。